夫アポカリプスはすでに世に知れ渡っている悪人となっており、自分の最も必要とする力に徹底的に憎まれていた。こうして彼は旅の終点に着き、彼が果たそうとしたもの、見届けようとしたもの、救おうとしたものはすでに虚数の木の中で芽生え、その瞬間、世界はたった一人のために回る。カレン。Every night brings a dream, but the day relentlessly keeps me世界と、その上にある規則を愚弄した。それは全部唯一で本物の君に二回目の命を与えるためだった。ただいま。遊ぼうと誘った。その瞬間、その少年は一生分の救いを得たのだ。